はい、ということでですね、今日はですね、転売関係のニュースですね。結構ですね、僕のチャンネル多分2回目じゃないですかね、そんなやってないんですけれども、でもこれですね、僕のチャンネルあんまやってないですけれども、最近これね、毎日こう転売のニュースって何かしらあるんですよね。まあ、すごい、転売のニュースが流行ってるっていうかね。で、まあ、最近だからですよ、本当、転売じゃなくて、それ転売じゃないじゃんみたいなね、ニュースとかもこれね、転売って名前がついてニュースとかね、なってますから、ちょっと笑っちゃうんですけれども、まあ、それぐらい転売が流行ってるんですけれどもね。まあ、だから、転売も流行ってるし、転売のニュースも流行ってるって感じなんですよ。で、今日はね、転売の話なんですけれども、どんな話かっていうと、まあ、やっぱ転売がですね、規制され始めてるってニュースなんですけれども、そういったこととかね、最近のちょっと転売のまとめみたいなね、そういった記事紹介していきます。あとね、最後の方にはですね、これね、おまけのニュースですけれども、まあ、転売とちょっと違うかもしれませんけれども、ポケモンカード、ポケカって言うんですけれども、これでですね、4億円損したみたいな人がね、出てきます。今日はね、こういったニュースになってます。はい、ということで、どういったね、こう、どういった感じで最近ね、転売が行われていて、それでどんな規制が入ってきそうなのかっていうニュースなんですけれども、ご紹介していきます。はい、これがですね、フリーマーケット市場の拡大に伴い、転売目的で商品を買い占める行為が横行している。成蹊大学客員教授の高橋明子さんは、転売目的の仕入れに特化した自動化ツールが存在する。月額3980円といった有料制で、こうしたツールが高額転売をエスカレートさせている。アメリカでは法規制の議論が進んでいるが、日本は対策が遅れているという、まあ、こういった始まり方なんですけれども、この記事がですね、さっきから言ったように、今日はですね、このツールがですね、法律で規制されるって話とか、あと最近のね、転売に対する各事業者の対策の対応のまとめって感じですけれども、この記事書いてくれてる人がですね、これね、今出てきた高橋明子さん、客員教授なんですけれども、この人ですね、肩書きがですね、IT ジャーナリストって肩書きの人です。で、まずね、最近の情勢からですけれども、これがですね、2021年は転売が話題になっていることが多かった。もう去年ですよね。例えば、ソニープレイステーション、プレステ5だ。抽選販売形式で手に入りづらいにもかかわらず、予約開始直後から定価の数十倍にもなる転売が多発。その後も抽選販売形式は現在に至るまでに続き、CM の流れにもかかわらず、抽選に落ち続けて手に入れられない人たちからは、転売屋たちへの恨みの声も多く聞かれた。抽選に落ち続けると落ち込む。ありとあらゆる抽選に落ち続けて。だからこれ、あれですね、買えなかった人の声ですね。買えなかった人の声で、抽選に落ち続けると落ち込む。ありとあらゆる抽選に落ち続けて。しかも、それが高額転売されているのを見ると、なんで転売屋が手に入れられて、自分はダメなのかと怒りが湧く。抽選に申し込み続けるのがストレスで、高くてもいいから、転売費に手を出しそうになった。と、ある40代男性は言う。ということで、今ね、今の話はこれプレステでしたけれども、他にもこれね、転売とかでこう、なんすかね、目に入ってくるのが、例えばこれあれですね、ニンテンドースイッチとかガンプラとかね、あとポケモンカード、ポケカ。正体はちょっと僕の目に入ってくるんですけれども、まあこれ僕自身はね、これどれも入れないんですけれども、で、手に入らないと恨みの声の中、なぜかこれね、転売屋がたくさん持ってたりとかね、するんですけれども、だからこれですね、転売屋による買い占めがね、起きてるわけですよね。だからこの買い占めが問題なんですよね。転売が目的っていうよりもこれ買い占めてるのが問題なんですよね、転売ヤーが。いや、これですね、よくこう転売もビジネスだとか言う人いるじゃないですか、これね。でも買い占めするのはビジネスじゃないでしょって思うんですけれどもね。だってこれ買い占めしなかったら普通にですね、自分で使う人がね、買っていたものをね、横取りしてるわけですからね、買い占めしてね。例えばこれね、転売とかでもですよ。転売とかでも例えばね、こう、日本で売ってないものとかをね、こう、現地で、海外のね、海外の現地で買ってくれたりとかと、他にもね、日本に輸入してくれたりとかしてね、それをこう、日本でね、販売して、誰かがね、買うっていうんだったら、それはね、その転売っていうのはこう、ビジネスだと思うんですけれども、これね、いわゆる買い占めがね、付随してる転売っていうと、もともとこれですね、普通の人が普通の流通ルートでね、買えていたようなものをこれ、間に入って、無理やり入ってね、買い占めておいて、それで高値で販売ってのはね、やっぱりこれ商売じゃないと思うんですよね。僕はこれね、全然こう商売の原則に当てはまってるみたいなこと言う人いるんですけれども、全然当てはまってないと思うんですけれども、だからね、まあ規制されるわけですけれどもね。で、これね、まあ商売って言うとこう、需要と供給なんですけれども、その需要と供給のバランスをただねじ曲げてるだけですから、それ商売の原則にも則ってないでしょと思うんですけれどもね。あとね、これもありましたね。こういうふうに書いてあります。転売容認発言で退職処分になった例もある。ホビー雑誌、月刊ホビージャパンは、ツイッター上で、プラモデルなどの買い占め、高額転売を容認する発言を行ったとして、該当の編集者を退職処分にしたと発表した。まあ、これあれですよね、こう、おもちゃを紹介してる雑誌ですからね、ホビージャパンっていうとね。それでこれね、これ雑誌っていうとこれ、販売してるね、雑誌を普通に買ってもらう、発行部数とかそういうやつですけれども、これね、雑誌を普通にね、買ってもらって収益になってるってもありますけれども、
これ雑誌ってもう一個収益があって、それはやっぱこれあれですよね、雑誌に載ってるこう広告ですよね。だからね、雑誌って言うと普通にね、雑誌を売る販売のね、この収益と、あとね、雑誌の中にあるね、まあ広告のページとかあるじゃないですか。これも結構大きい収益なわけですよね。だからやっぱね、そういったね、雑誌っていうとこう広告収益ですから、そうなるとね、広告出してるお客さん、広告主ですけれども、これね、やっぱ当たり前ですけれどもね、おもちゃ雑誌っていうと、おもちゃを作ってるメーカーがこれ広告出してくれるわけじゃないですか。それだけじゃないけれども。だからね、玩具メーカー、おもちゃのメーカーがこれね、お客さんでもあるわけですよね。こう雑誌側からすると、おもちゃ雑誌からするとね。そらね、そこでね、こう、転売容認発言なんかすると、そらね、おもちゃメーカーから怒られますよね。メーカーだってこれ転売望んでないわけですからね。で、この件は、転売を憎んでる人たちは、買えなかった欲しいキットが高く売られてるのが面白くないだけだよね。頑張って買った人からマージン払って買うのって普通なのでは、などの、まあ、だから転売容認発言ですよね。こういった発言が問題視され、これはこの発言をですね、ホビージャパン側がねしたんでしょうね。で、この発言が問題視され、プラモデルの販売をするホビージャパンが転売を容認するのかと炎上状態になっていた。だからね、これもそうなんですけど、やっぱさっき言ったようにね、広告を出してる玩具メーカーへの問題があるからだと思うんですけれども、処分されるっていうのはね。だからね、これね、普通になんかあれですかね、こう、読者を怒らせただけだったら、こういう風にならないと思うんですよ、これ。広告主であるね、メーカーが怒ったからこうなると思うんですけれども、さらなる処分があったんですよね。どうなったかっていうと、同編集者が退職処分となっただけでなく、常務取締役、同志編集長と副編集長が、すごいですね、編集長も副編集長も両方っていうね、が、それぞれ取締役、副編集長、デスクに、降格処分という極めて厳しい処分となった。だからこれ何度も言いますけれどもね、雑誌をね、買ってるね、読者が怒っただけだとこうならないですからね。やっぱりね、ここ書いてないですけれども、広告主が怒ったっていうのは一番だと僕は思ってます。で、プラモデルを販売する雑誌であると、メーカーや、あ、すいません、書いてありましたね。メーカーやユーザーにとって、転売行為は迷惑行為であることを重く捉えたための厳しい処分と言えるだろうってことでね。まあだからメーカーユーザーが怒ったと。で、このメーカーっていうのはこれ、広告主でもありますからね、これ雑誌にとってはね。で、しかもこれさっきのね、このね、転売容認発言のなんだかんだありましたけれども、ホビージャパンのやつね。これってね、何の商品に対するかっていうと、確かにこれ、記憶ベースですけれどもね、ガンプラの転売の話だったと思うんですよ。で、これね、ホビージャパンとかってね、思いっきりこれね、なんか、バンダイのガンプラとか紹介してるわけだから、これね。多分これ、バンダイとかってガンプラの広告とかね、もう一年中ね、ホビージャパンって言うと月刊誌なんですけれども、おそらくね、毎月毎月もう定期でね、バンダイって言うとガンプラの広告とかをね、これ出してると思うんですよ。だから、下手したらこれホビージャパンにとってね、バンダイって言うと、一番これね、大きい広告主だと思うんですよ。だから、テレビ業界のトヨタみたいな感じで、じゃないですけれどもね。だからそこでですね、これガンプラのね、転売とかを容認するような発言しちゃうと、もうバンダイが怒ったらね、一番やばいわけですよ、ホビージャパン雑誌としてはね。だからね、ここまでの勝負になったのかなと思うんですよ。そう思いません？だって、読者が怒ったりとかね、ちょっとね、いろんなメーカーが怒ったぐらいとこうならないじゃないですか。でもね、これ、転売の容認発言をしてね、ホビージャパンが転売の容認発言した、それのね、容認発言に対する商品ってのは、おそらくガンプラだった気がするんですけれどもね。それで一番怒らせちゃいけないのはね、ホビージャパンが一番怒らせちゃいけないのは、一番広告を出してるね、まあ想像ですけれどもね、バンダイってことで、一番やばい処分が下ったってことだと思うんですよね。だって、すごい処分下ってるじゃないですか。確かこれ、ツイッターでね、一編集者の人がね、なんか発言しただけだったと思うんですけれども、ただバンダイが怒ったってことなんだと思うんですよね、ここまで処分下ったのはね。これね、他にもいろいろあったんですけれども、ここからね、他の転売の話になりますけれども、その他にも、こんな転売の問題ってやつですけれども、その他、冬コミのサークルチケットや、だコミックマーケットのやつですね。日本シリーズチケット、これ野球ですね。アップルのボリッシングクロスなども、電動自転車のバッテリーなど、盗難品が転売されて問題にもなってるのもあるとね。これ前から思ってたんですけれどもね、これ電動自転車のバッテリーとかって取られるんじゃないかなと思ってたんですけど、やっぱ取られて売られてるんですね。あとこれ、ね、懐かしいのもあったんですけれども、これ懐かしいですよ。あったあったっていうのは、まあ、そんな昔とかじゃないですよ。でも最近もないですけれども、2020年の新型コロナウイルス感染拡大期には、使い捨てマスクや、もう分かりましたよね。使い捨てマスクや消毒液の需要が急激に高まり、低下を大きく上回る高値で転売されるケースが相次いだと。まあ、確かにね、この時は僕もちょっとさすがに痛快でしたね、これね。他の転売は僕にあんま関係ないですけれどもね。マスクの転売業者がです、これね。マスクバブルが崩壊して困るっていうね、そういうニュースありましたよね。だからこれ、海外とかね、マスクを輸入してくれた人とか別なんですけれども、これ日本で売られてるマスクをですね、買い占めて、それでね、高値で売ってた人ってのは、マスクバブルが崩壊して、ざまみろって感じでしたけれどもね。だから、手元に大量のマスクの在庫が残って、もうね、でも全然マスクは高値で売れないわけですよ。そういった感じで、
マスクバブルが崩壊したんですけれども、マスクの転売屋がねすごい損をしたって話でしたけれども、これちょっとね痛快とかざまみろって思いましたけれどもね。でこのように本当に欲しい人が手に入らない一方で、欲しいわけでもない転売屋が手に入れて高額転売で儲けてる実態が呪詛を生んでるのだ呪いを生んでるとね、っていうことで起きてた現象っていうとこんなところなんですけれども、これねそうするとやっぱこうさすがにですね、ここからですけれども、事業者も国もですね規制に動き出したって話なんですけれども、ここからです。これがですね、フリーマーケットサイトはたびたび公害転売に利用され、一般消費者の非難の対象となることが多い。こうした状況を受け、業界最大手メルカリは一部商品で対策を始めているっていうことで、まあ、転売が行われているプラットフォームね、だからメルカリとかヤフオクとかですよね、こういったところがね、まあ、規制に動き出したと。で、去年の11月、メルカリは USJ はメルカリ上で高額転売されている USJ の商品やチケットなどの転売対策で提携を発表。2社間で商品発売情報を事前に共有することで、特定の新商品発売前後の注意喚起や権利侵害対策を実施した。まずは人気漫画鬼滅の刃とのコラボグッズ、ねずこポップコーンバケツを対象としている。なんかあれなんですこれね。てか USJ ってこれ鬼滅の刃関連のこととかしてるんですね。僕ちょっと知らなかったですけれども。でこれメルカリは他にもですね、こういったこともやってると。メルカリは続く12月、セブンイレブンジャパン、ファミリーマート、ローソンのコンビニ3社とも転売対策に向けた包括連携協定締結を発表している。事前共有した情報をもとに出品品を監視して、高額転売品や不正入手した商品などについてコンビニ各社と協議しながら出品を防止するという。あとこれですね、これ単体にもニュースになってましたけれども、これありましたね。冒頭で紹介したプレイステーション5でも販売店舗で転売対策が行われている。ゲオでは店頭での取得時にコントローラーの梱包材に罰印を記入させ、野島では油性ペンなどで箱の内外に購入者の名前を記入させる対策を取っている。でこれね、箱にそういったことを書くと何が違うのかっていうと、ゲーム機買い取る業者が箱などに何かが記入されている場合はプレイステーション5を買い取らない、あるいは中古品として査定すると発表しており、転売対策となると考えられるためだっていうことで、まあ一応これね、新品としては売られないってことみたいですね。で他にもこれですね、その他ビッグカメラでも人気のトレーディングカードの新商品販売時には箱を包むシュリンク包装をその場で開封してもらう措置を取るなど、各店舗で転売対策が進んでいると。このシュリンク包装ってのはこれね、表面についてるこう透明なビニールとかですよね、まあ、正確に言うとこれね、熱とかでギュッとしたビニール包装のことですけれどもね。だからね、それがないってことはこれ開封した形跡があるみたいな扱いで中古品扱いになるみたいなね、そういう感じだと思うんですけど、そういった対策をしてるとね。でただまあこういった対策してもこれですね、根絶はやっぱり難しくて、プレイステーション5とか欲しい人って普通に自分で使う場合ってね、別にねこう中古品扱いになってても別にいいじゃないですか。本当の中古品は嫌だけれどもね、扱いは別にいいじゃないですか。だからね、まあ一部のユーザーってのはこれね、箱にこう罰がついてても自分で買うって感じなんですよね、高値でもね。だからね、これちょっとね、なら完全なね、こうなんだろう、防止ってのは難しいわけですけどもね。でこっからですね、こっからですけれども、さらにこれね、転売屋が使ってるツールもこれ規制が入るんじゃないかってことなんですけれども、一応もう規制が入ってるんですけれどもね。これからですね、ちょっとアメリカの話にもなっていくんですけれども、こうあります。これからですね、実は最新の転売屋による買い占めはもはや人間の手によるものではなくなっている。グリンチボットというものをご存知だろうか。転売屋たちはボットと呼ばれるソフトウェアを使って人気の商品などを買い占め転売を行っている。このような買い占めボットは子供向け絵本意地悪グリンチのクリスマスに登場する緑の生物グリンチに由来してグリンチボットと呼ばれるようになったと。まあこれ総称なんでしょうけれどもね、いろんなそういったソフトウェアがあるんでしょうけれども。でね、このグリンチボット、これすごくてですね、これですね、ネット上で価格差を見つけるだけじゃなくて、だからなんだろう、こう新品で買ったらね、ここでネット上でね販売されたこの商品が例えば500円だけれども、これね、これを例えばね、なんだろう、こう、プラットフォーム、だからさっき言ったメルカリとかね、そういったところで、アマゾンでもいいですけれどもね、高値で売れてると、これ、価格差ができてるじゃないですか。それを見つけて知らせるっていうね、そういうグリンチボットとか、これね、でもそれだけじゃなくてもっとすごいんですけれども、これ実際にですね、自分がね、何もしてなくても、手動じゃなくてもね、グリンチボット自体が購入っていうアクションまでしてくれるんですって。すごいですね。だからグリンチボットが自撮りね、儲かりそうな商品を見つけて、自撮り買う、購入までやってるそうなんですよ。だからね、そうするとこれね、もうすごい速度で買ってしまうわけですよ。安値っていうか、まあ定価なんでしょうけどもね、定価で高く売れそうな商品が定価で発売されたのをグリンチボットはね、パッと買っちゃうんですよ。そうするとね、もう人間は普通にね、自分で買うことできないじゃないですか。だからね、僕みたいな一般消費者がですね、普通に定価でね、ネットで買おうと思ったらグリンチボットがですね、パッと買っちゃうんで、だからね、
そう、グリンチボットを使ってるね、転売ヤーにはもう勝てないんですよ。そういった状況ってのも起きてると。で、これがですね、こういうふうにあります。これが問題となって、アメリカで2016年に成立した法律、ベターオンラインチケットセールスアクトオブ2016ですけれども、これがですね、略されて頭文字でボッツ法、だからベターオンラインチケットセールス、これでボッツ法は、チケットの大量購入転売を禁止する法律であり、チケット以外には適用されない。だからチケットだけには適用されてみたいですけれども、で、ただこれ今言ったね、こうグリンチボットか、グリンチボットとかも出てきてるんで、余計問題視されてるですね。それで、こういう風になってます。そこで、今年11月、これ多分ね、去年の11月だと思うんですけれども、2021年の11月、ボッツ法の適用対象を全てのオンライン小売店に広げる内容となる、ストップグリンチボット法と呼ばれる法案が、アメリカ民主党議員などによって提出されたと。だ規制されそうですよ、これはね。なんか通りそうな気もしますよ、これはね。なんかね、これアメリカの調査ですけれども、これね、グリンチボットを使って実際に起こってるケースがこういうのあるんですけれども、トイザラスでですね、多分これネット上で販売したんだと思うんですけれども、トイザラスで $14.99 で売られていた人気おもちゃがグリンチボットで買い占められて、もう買い占められるんですよ。だから1個買うとかじゃなくて、だからね、もう普通の人間買えないですよね、買い占めですから。一気にね、全部買い占められて、で、それがですね、Amazon とか eBay で、こう、1000ドルで出品されたりとかね、したらしいんですよ。わかります ?14.99 ドル。だからね、まあだからね、1600、700円のものを、もうね、グリンチボットで買い占められて、他に欲しい人がいるのにですよ。それで Amazon とか eBay でね、なんか10万円以上で売られてるっていうね。で、これ10万円以上で売られるってことは、これね、すごい人気の商品ってことだから、逆に言うとこれですね。なんかもう15ドルとかで買えた人いっぱいいたのに、一気にグリンチボットで買われちゃったってことが起きてるとね。で、他にもこれね、2020年とかでもこれね、任天堂のスイッチがね、品不足あったじゃないですか。なんかコロナ禍で品不足って。あれだからね、こう、なんだろう、製造数とかもね、だから中国の工場で作られてるみたいだから、任天堂のスイッチとかね、中国の工場は稼働停止してた。だから、あれですよ、新型コロナでね。そういったね、品薄ってのもね、あったけれども、その品薄に加えて、あれなんですよ。これね、グリンチボットがすごい登場して、それで買い占めを行ってたから、より高値になってたのもあるらしいんですよ。これね、他にもね、アメリカでグリンチボットで、やっぱりマスクとか消毒薬とか、これもグリンチボットで買い占めが起きてたっていうね、そういったこと報告されてるんですって。これが影響して品薄になって高値になったっていうね。だからね、これ規制されるんですよね。これね、やっぱ遅れて日本でもちょっと始まりそうみたいですけれどもね。はい。ということで、ちょっとね、この記事自体はこんなところです。で、ちょっとね、ここからおまけ記事を2つ紹介したいんですけれども、これちょっとね、個人的に好きなんですけれども、これ、シンプルですけれどもね、ちょっとえげつないなって、ちょっと僕個人はびっくりした話です。ただこれ、過去にもあったみたいだから知ってる人もいるかもしれませんけれども、ただこれ、復活してる理由ってのもあるんで聞いてってください。これがね、何かっていうとこうあります。最近 0.1g から 0.001g 単位の、だ重さですよね。重さの精度のデジタルスケールが通販やディスカウントストアにて頻繁に売れてるという、これ最近らしいんですよ。デジタルスケール、これです、これ。この写真、こんな感じのやつです。で、わかりますよ、これね。何に使うかっていうと、料理とかね、お菓子作りとかに使えそうなやつですけれども。で、これがですね、これから春先にかけての一人暮らしや結婚などの引っ越しシーズンに先駆けて、キッチン用品の購入が行われているのかというと、実はそうではない。このデジタルスケール、実は思いもよらない方向で使われているのだ。もうわかりましたよね。今日の話って言うと転売ですからね。で、これが、秋葉原で海外向けに販売代行を行っている筆者知人の中国人に話を聞いたところ、出たよ、中華だよ、中華。で、昨今の転売ブームにより、カードゲームや食玩などのにわか転売税が増えたという、すでに増産や再生産なども頻繁に行われ、カードゲームの転売はやや下火なのだが、任天堂スイッチの転売失敗やプレステ5が相変わらず抽選購入ということもあり、だから転売は買えないってことですよ。で、簡単に参入できて、場所も取らないカードゲームや食玩の転売が増えてきていると。まあだからね、転売屋側のトレンドもね、そうなってるとね、ゲーム機ではなく、手軽なカードゲームとかね、食玩のトレンドになってきてると。確かに僕ね、転売ニュースとか見るんですけれども、確かにそうなんですよ。最近ね、ほんとね、ポケカーとかね、ポケモンカードとかすごい多いんですよね。ちょっと前、任天堂スイッチとかね、プレイステーションでしたけれどもね、こういった事情があると。だから、転売屋の中のトレンドは変わってきてるって、そういうことだったとね。で、さて、転売とデジタルスケールがどう絡んでくるのかということだが、鋭い読者はもう気づかれてることだろう。過去に食玩のレア抜きなどで脅威となったデジタルスケールによるレア抜きが再び行われているのだってことで、僕ちょっと昔あったのね、もう忘れちゃってるんでしょうね、聞いたかもしれませんけれども。で、ただこれがなんでね、再びこう復活してきてるかっていうと、こうあります。
精密なデジタルスケールは以前は工業用などの高価なものしかなく、過去流行った時にはスケールを出してまでレアを抜くなんて面倒といった意見や、店舗によるスケールでのレア抜きはお断りの札や警備員による見回りなどが行われ、デジタルスケールでのレア抜きは衰退していった。だから一回絶滅したと。しかしこの食玩でのレア抜きが今ではカードゲームでも行われるとして、あ、前はカードゲームじゃなかったんですね。前はカードじゃなくて食玩でやられてたと。で、今はカードゲームでも行われるとして再び猛威を振るってるのだ。まあそしてね、今あったんですけどね、これだからなんすか、今カードゲームでも行われるってこと でカードの転売流星ですから、この復活してきたってもあるし、そしてこれですね、昔はデジタルスケールってね、細かい単位で測れるデジタルスケールっていうのは昔はこれ高かったと。デジタルスケールの値段が高かったと。でもこれ今安く買えるってね、そういった理由もあると。そしてこれも大きいんですけれども、今ねレアカードだから、昔と比べて今のカードゲームのレアカードっていうと昔よりも随分高額になってるらしいんですよ。高額でね売れるようになってると。こういったことからね、こういった理由から再びね、これなんですか、カードのレア抜きっていうのが流行ってると。デジタルスケールを使ってね。で、これがですね、これ、カードゲームのね、カードゲームのカードのレア抜きですけれども、これがですね、値段が高いカードっていうと、これ、ミラーカードって呼ばれるね、そういったカードがこれ高いんですけれども、ミラーカード、こういったカードです。わかります？これ。キラキラしたカードですよ。こういった加工を加えてる。これね、ミラーカードっていうらしいんですけれども、これがですね、こういったカードっていうのは見ての通りね、加工が違うので、これね、重くなるみたいなんですよ。このキラキラ分だけね。だからこれあれですよ、中を開けなくても、だカードってとこ中がわからないようにね包まれてますから、その中を開けなくてもね、デジタルスケールで重さを測ると、これね、だからこういったレアカード、だからミラーカードですよね。こういったキラキラしたカードが入ってるかっていうのはどうかわかると。で、重かったやつをこれね、レア抜きって言って、転売はそれを選んで買ってるとね。なんかだからこれちょっと犯罪っぽくないですか。だってこれね、レア抜きされると、そのお店に残ったカードのねパックっていうと、全部ねこうミラーカードが入ってない通常カードだけのねものが残っちゃうじゃないですか。だからすごいちょっと迷惑行為っていうかね、お店にも迷惑だし、買う方もね、迷惑じゃないですか。いくら買ったってね、10個買ったって、これミラーカード入ってないになっちゃうじゃないですか。これすごい完全に迷惑行為なんですけれどもね。だからやっぱこれね、こういったね、転売ってのはやっぱこれですね、商売の原則にも乗っ取ってないしね。だから、なんか言う人いるじゃないですか、こう転売屋がね、頑張って買ったんだからね。それをね、頑張ってもね、高値で買うのは当たり前でしょうって意見もね、そういうこと言う人いるんですけれども、これね。だからやっぱね、転売屋って頑張るところをね、こう間違ってるんですよ。まあ一部の転売屋ですけれどもね。そう僕は思うんですけれどもね。はい、このニュースはこんなところなんですけれども、最後おまけのニュース、もう一個だけ紹介して終わります、これ。ちょっとね、規模がでかいですよ、これ。これね、4億円規模の話です。これがですね、まあ転売、直接転売の話じゃないんですけれども、まあちょっとね、カードゲームに関係してるんですけども、こういったニュースありました。これがちょっと面白いんですけれども、昨年12月、アメリカ YouTuber のローガン・ポール氏が、これ知ってる人も多いですよね。世界一有名ぐらいの YouTuber ですけれども、YouTuber のローガン・ポール氏が、350万ドル、かっこ約4億円のポケモンカードの初版ボックスを購入したことが報じられたが、このカードが偽物である可能性が高いことが明らかになったと。これローガン・ポールって言って日本でも迷惑行為やってましたからね、ザマーって感じですよね。で、これがですね、12月20日、ポール氏が、初版ボックスの購入をツイッターで報告すると、一部ユーザーからはこんなに多くの未開封の初版なのか初版か分かんないですけれども、初版ボックスがまだあるのだろうかと疑問の声が上がっていた。で、これね、でもこれね、だからそういったね、これローガン・ポールが4億円買ったねカードがこれ間違ってるか、だからね、偽物じゃないかっていうね、コピー商品かなんかじゃないかって言われてるわけですけれども、ちょっとこれ僕面白いなと思ったのが、はっきりまだ分かってないんですよ。そんなすぐ分かりそうでしょ。でね、これはっきりわからない理由ってのは多分面白いんですけれども、僕が思うにこれね、まあこれ発売されたのは90年代なんですよ。まず古いと。そしてさらにですよ、4億円の値段がつくってことはかなりレア商品ってことでしょ。レア商品ってことは数少ないから、見たこともないような商品なわけじゃないですか。4億円もするぐらいだからね。そうすると比べることはできないじゃないですか。だからそうすると比べることができないからね、本物の情報も少ないわけじゃないですか。そういったことだってまだはっきりしてないみたいなんですよ。ただね、これ今のところ偽物じゃないかって言われてるのが、どうして言われてるかっていうと、それね、ローガン・ポールが見せた、何ですかこれ、初版ボックスですか、カードの初版ボックスですけれども、それを見るとですね、なんかちょっとね、型番の数字がちょっと違うんじゃないかって話とか、あとね、ラベル、どこのラベルかわかんないですけれども、ラベルの文字がですね、ちょっとね、色あせた薄茶色、本物はね、色あせた薄茶色だったらしいんですけれども、ローガン・ポールのですね、色あせてない薄茶色だったりとか、あとフォントが違うんじゃないかってそういった意見があるんですよ。で、これね、今途中まで操作をしてるらしいんですけれども、4億円ですからね。本当はどうなんだってね。今んとこね、これ、だからローガン・ポールが手に入れるまでに流通をたどっていくわけですよ。
いきなりだってね、メーカーが製造してのローガン・ポールはいきなり買ってるわけじゃないですから、何人か間挟んでるわけですよ。こういったね、ルートを辿っていくと、一番最初にね、これ確認されてるところ、今のところね、遡ってですけれども、最初はですよ、これネットオークションで確認されてるんですって。だから、ネットオークションに誰かが出して、何人か挟んでローガン・ポールに手に渡ってるんですけれども、で、この最初のね、ネットオークション確認できるとこまでですけれども、でもこいつはもう怪しいみたいなんですよ。だから、これが一番本当の本当の始まりかもしれないです。確認されてる、されてないに限らずね。で、一番最初にですね、この4億円の初版パック、初版のやつがね、出品された時の話なんですけれども、これですね、去年3月にそこにね、出てるらしくて、オークションサイトにね。で、そのね、一番最初に出品したやつなんですけれども、この出品者がですね、これ、過去にですね、取引がないような人だったんですって。だから、過去この人と取引した人が何人かいて、こうね、いい人でしたよってね、レビューマークとかありましたよ、レビューがね。このレビューとかがなかったと。なかったから、ないのにね、多分ね、すごい高額で出してたんでしょうから、怪しいんでみんな買わなかったと。でも、どっかでね、誰かが買ったんでしょうね。ちなみにこれですね、なんか何が怪しかったかというと、これね、取引の履歴もないし、しかもこれね、出品してる商品の説明文に文法ミスがあったりとか、だからね、日本でもそうですけれども、多分ね、中華の匂いがしますよね、これね。説明文に文法ミスがあるっていうね。だから、英語でね、アメリカで出してるんでしょうけれども、英語のね、ミスがあるっていうね。文法がおかしいとね。まあそういったこともあって、これね、コレクターの中では、すごい噂になってると、すごい高いね、初版パッケージがなんか出てるけれども、ポケモンのね、ただ怪しい出品じゃないかってことで、みんなちょっと話題になってるけれども、誰も買わなかった。ただ、その後誰か一人買ったってことなんでしょうけれどもね。で、他にもね、この時のオークションの感じでね、なんか怪しまれてる理由があって、これがですね、出品していたと。で、買ったのは一人しか買えないからね、一人買ったらしいんですけれども、その購入に至るまでに、購入を検討した人がね、このね、怪しい出品者と DM でやり取りをしたと。まあ、ヤフーオークションなんかでもそうじゃないですか。なんかやり取りできますよね、質問したりとかね。それで DM でね、やり取りしたらしいんですけれども、そこでも怪しいことがあったと。何かっていうと、これね、出品してる説明文では、これね、なんかね、説明文にこう書いてあったんですよ。カナダで遺品整理をしていた女性から購入したっていうふうにね。だから、遺品整理で、なんですか、遺品整理をしていた女性から購入ってことで、安く買えたんでしょうね。その女性は多分コレクターじゃなくて、死んだ人がね、遺品整理ってあるからね。死んだ人がコレクターで、コレクターの人が死んだから、その遺品整理をしている女性から自分はいらないってことで、なんかね、購入したって感じなんですよね。その出品してる人がね。だから安く買えたって感じだと思うんですけれども、そういうふうにね、これ出品の説明文には書いてあったと。でもこれがダイレクトメッセージ、DM でやり取りしてみると違うことを言い始めたと。なんかね、12歳の時に自分がですね、もらった誕生日プレゼントだってね、言い始めたとね。そこにだから、なんか間違いがあるんですよ。適当なことを言ってる証拠ですよね。だからやっぱちょっと怪しいんですよね、これ。どう考えてもね。っていうことでね、かなり怪しいんですけれども、一応これまだね、買った最終購入者の YouTuber のね、ローガン・ポールは調査中らしいんですけれども、これね、柴田じゃないですけれどもね、これ、ローガン・ポールってすっごいお金持ちですから、これね、だからこう柴田じゃないんですけれども、この話題、これですごいね、騙されて話題になるだけでもなんかちょっとね、これなんか、お金に変えることができそうな感じもしますけれどもね、みんなマーケティングすごいですからね。まあだからね、ローガン・ポールめっちゃくちゃ金持ちですからね、これ4億円ちょっとね、損するかもしれないですけれども、まあね、痛いでしょうけれどもね、なんか大丈夫なんでしょうけれどもね、そういうのちょっと思いましたけれどもね。それにしても僕ちょっと思ったのはね、これ、そもそもね、このポケモンのカードがね、4億円だってことにね、僕ちょっとびっくりしましたけれどもね、すごいなって思いました。はい、ということで今日はですね、転売とかのニュースだったんですけれども、ニュースはこんなところです。ということなんですけれども、これね、僕自身はこれですね、別にゲームもしないし、そしてね、何も集めたりコレクトしたりしてないんでね、全然関係ないんですけれども、まあでもこれね、買い占めになるような転売ってのはちょっと反対かなと思います。特にね、マスクのね、買い占めとかってありえないですよね。はい、ということで、今日はこんなところでございます。